明治神宮外苑相撲場晴天10日間興行で行われました羽黒山前田山戦です。対戦成績も5勝5敗の五分、2場所連続優勝32連勝中の羽黒山、立ち上がりました。押し合いです。前田山押す。羽黒山右から押っつけている。前田山右は手を引きました。もろ差しを狙います。前田山右から押っつけている羽黒山。前田山低い体勢、もろ差しを狙います。もろ差しになりました。前田山、前田山下手投げ、羽黒山残す。上手をがっちり引いている羽黒山。前田山外掛け、前田山外掛け、羽黒山残す。前田山外掛けを羽黒山残した。土俵中央よく残しました羽黒山。もろ差しになっています。前田山ここで行事待ったです。長い相撲になりました。水入りになりました。戦闘再開です。前田山依然としてもろ差し振った。与力士って引いた。前田山引いた。引き落とし、前田山の勝ち。先場所優勝の羽黒山に土、連勝も32でストップしました。これまで同点の場合番付上位が優勝でしたが、この場所から行われる優勝決定戦、東富士前田山戦、同門対決、本割での対戦はありません。東富士突っ込む。前田山回り込んだ。左四つ。前田山身の上手を引いた。下手ひねり。前田山下手ひねりの勝ち。4人残った中では東富士と同じ横綱の羽黒山。まだ入幕2場所目、激しい突き押し期待の若手力道山です。突っ張った力道山。羽黒山組み止めた。右四つ。釣ろうという羽黒山。力道山残す。羽黒山左四つが得意ですが、右四つに組み止めました。力道山は突っ張りをしのがれて右四つに組み止められました。羽黒山左上手を引きつける。気を伺います両力士です。土俵の中央、羽黒山回り込む。力道山前出る。力道山外掛け、力道山外掛け、羽黒山打っちゃったか。うっちゃり羽黒山の勝ち。羽黒山は力道山の突っ張りをしのぎ組み止めての勝利です。勝った方が優勝となります羽黒山前田山戦、本割では前田山が勝っています。立ち上がりました。右の上手を引きました羽黒山。浅く物差しの前田山、巻き替えに行こうという羽黒山。これを嫌っています。前田山、羽黒山右から上手絞っています。羽黒山寄る寄り切り羽黒山の勝ち。羽黒山力強い相撲で前田山を圧倒。3場所連続の5回目の優勝。前田山は場所後に横綱に昇進しました。東西対抗戦は東軍が優勝。優勝した羽黒山に元横綱常の花の藤島理事長から賜杯が与えられました。続いて東軍の総帥羽黒山に優勝旗の授与。勝った東軍関脇以下最優秀成績力士が務める旗手には力道山が選ばれました。東西対抗戦はこの場所が最後となりました。夏場所後の6月15日には番付編成会議が開かれ、大関前田山を横綱に推薦しました。6月29日午後1時からは小雨降る中、明治神宮で奉納土俵入りが行われ、堂々たる雲龍型の土俵入りを奉納しました。秋場所は11月3日から明治神宮外苑で晴天11日間の興行でした。この場所から系統別総当たり制復活。入幕3場所目22歳力道山、入幕4場所目21歳千代の山。立ち上がりました。千代の山突っ張った。千代の山突っ張る。豪快な突っ張り、突き倒し千代の山の勝ち。
千代の山10センチ以上の身長差を生かし、力道山を豪快な突き倒しで倒しました。横綱同士の対戦、9勝1敗羽黒山、7勝3敗照国、過去羽黒山5勝2敗とリード。行司は立行司21代木村庄之助。立ち上がりました。ふわっと立ちました両力士。右からをつけています。羽黒山左を差そうという羽黒山、照国これを嫌っている。まだ回しが引けない両力士、低い体勢の照国。羽黒山右からをつけ、左の下手を探ります。照国前へ出ます。羽黒山回り込んだ。羽黒山寄る。羽黒山左の下手、釣りました。羽黒山釣った、釣りました、釣った、釣り出し羽黒山の勝ち。羽黒山4場所連続6回目の優勝です。4連覇は17年春から18年夏の双葉山以来の偉業です。ともに26歳。これまでの対戦、東富士5戦5勝と圧倒。東富士勝てば決定戦進出です。三つ根山踏み込んだ、一気に出ました。東富士引き落とし、引き落とし、東富士の勝ち。三つ根山の速攻を引き落とし、東富士関脇増井山との優勝決定戦です。優勝決定戦、勝った方が優勝です。増井山、東富士、立ち上がりました。増井山突っ張る。東富士応戦、まわしを引きたい東富士。左から押っつけた増井山、相手を見ている東富士。東富士捕まえました、左四つ。東富士上手を引いて寄る。東富士寄る、寄ります。打っちゃったか、行司軍配増井山。増井山打っちゃりました。28歳の増井山初優勝、場所後大関に昇進しました。優勝の増井山、元横綱常乃花の出羽海部屋藤島取締りから支配を受け取りました。昭和23年10月26日に行われた番付編成会議で、東富士が満場一致で横綱に推薦されました。高砂部屋の宿舎である大阪府箕面の箕面山龍安寺で土俵入りの練習を行う東富士、それを一門の総帥である年寄高砂二枚観察の横綱前田山が見守ります。堂々たる土俵入りの練習を行います東富士です。昭和24年の春場所は浜町公園仮設国技館で行われました。力道山は幕内6場所目、幕内では負け越しなしの期待の力士です。桜錦はかつて双葉山を2度破ったベテラン技能派力士。軍配が返りました。立ち上がりました。力道山突っ張った。桜錦応戦。桜錦出る、引いた、もう一回引いた。力道山出る、力道山押した、力道山攻勢、出ました、突き出し力道山。力道山突き出しの勝ち。小結び2場所目の力道山がベテランを突き出しました。幕内15場所目、人気力士小結び神風と新横綱東富士4日目1敗を喫し4勝1敗です。ともに27歳。過去東富士7戦7勝と圧倒。軍配返りました。立ち上がりました。左を差します東富士。左四つ捕まえました東富士。ただまだ右の上手が引けません東富士です。神風右の上手、腰を引いています。神風、東富士寄ります。東富士寄る、東富士寄る、神風残す、懸命に残しました神風。ここで行司が取り組みを中断しました。神風の左まぶたから出血がひどく、どうやら勝負続行不可能とみて勝負検査薬協議の結果、痛み分けとなりました。18代式守伊之助が大関佐賀の花、横綱東富士を呼び上げます。東富士は勝てば2度目の優勝が決まります。時間いっぱい、軍配返りました。立ち上がりました。張り差しに来ました東富士。差して争いです。左四つ、東富士右の上手が引けません。差してを返します。佐賀の花、佐賀の花は右の上手引いています。上手を引きたい東富士、長い相撲になっています。東富士寄りました、寄る、懸命に寄る、寄ります、寄りました、寄り切りの勝ち。東富士2場所ぶり2回目の優勝。新横綱での優勝は昭和13年春場所双葉山以来のこと。昭和24年夏場所も浜町仮設国技館で15日間開催されました。22歳急成長の千代の山と初日から6連勝の横綱前田山、立ち上がりました。
前田山突っ張った、引いた千代の山、千代の山押します、千代の山押した、千代の山押す、前田山残す、千代の山突き落としの勝ち。千代の山が全勝の横綱前田山に勝ちました。横綱になって14場所目、まだ優勝経験がありません照国、7日目横綱前田山に勝ちました。今日は4横綱のうちの1人照国に挑戦、千代の山。千代の山突っ張りました、千代の山押します、後世千代の山、千代の山出る、千代の山突っ張る、押した、千代の山押す、押す、押し出し、千代の山の勝ち。千代の山、照国にまわしを与えず押し出しました。体重で千代の山をおよそ50キロ13貫勝っています東富士。これまでの対戦は2勝2敗の五分、これまで2人の横綱を倒しています千代の山。千代の山突っ張りました、千代の山突っ張る、後世千代の山出る、押した、突き出し、千代の山の勝ち。千代の山はこの場所3横綱1大関を破り、初の殊勲賞、場所後大関に昇進しました。大関2場所目、この場所は優勝争いに残っています大関増井山。去年4月アキレス腱断裂以来復活し、久々の優勝圏内、羽黒山9勝1敗。行司は立行司18代式守伊之助。仕上がりました、ちょっと見て立った羽黒山、羽黒山右からをつけている、増山これを嫌っています、ちょっと引いた、回しが引きません、羽黒山、増山押した、増山突き出し、突き出し増山の勝ち。増山豪快に羽黒山を突き出しました。この場所大関増山は13勝2敗で2回目の優勝。元横綱常の花の出羽の海理事長より支配を受けます、優勝の大関増山です。大阪市福島公園仮設国技館で昭和24年秋場所が行われました。出羽錦は入幕3年目2度目の上位挑戦の場所、横綱への挑戦は4回目です。横綱6場所目の前田山、横綱としての解禁はわずか2回のみ。前田山出羽錦戦、低い体勢出羽錦、これを見ている前田山、出羽錦突っ張った、前田山見ています、前田山ちょっと引いた、前田ももう一回引いた、出羽錦右から絞る、低い体勢の出羽錦、低い体勢をそのまま維持しています出羽錦、そのまま出ます、おっと渡し込み、出羽錦の勝ちです。出羽錦初の金星、前田山はこれが現役最後の一番となりました。大関陥落後しばらく低迷、久々の関脇復帰で9勝5敗塩の海、幕内は7場所目、優勝の可能性を残しています鏡里12勝2敗です。立ち上がりました、左から回り込んだ鏡里、右を刺そうとしています、これをつけている塩の海、塩の海回り込む、鏡里前へ出ます、鏡里寄る、腕を手繰った塩の海、塩の海押した、押した、押し出し塩の海の勝ち。元大関の塩の海が10勝目、場所後大関に復帰しました。鏡里は殊勲敢闘両賞受賞です。新大関12勝2敗と元気な千代の山、上風は途中休場から再出場。立ち上がりました、千代の山左差し、苦しい体勢上風、千代の山左差し手を返しています、左の下手を引いた、右四つになりました、千代の山得意の右四つ、長い相撲になっています。千代の山釣り寄り、上風残す、千代の山やる、千代の山の上手投げ、千代の山残す、寄ります、寄り切り千代の山の勝ち。千代の山は新大関で見事初優勝、新大関での優勝は昭和12年春の双葉山以来、昭和以降2人目です。昭和25年春場所は相撲協会が6000坪の土地を所有している東京台東区蔵前に仮設の国技館を建設して開催されました。鏡里とは新入幕同期、新小結び栃錦、鏡里はこの場所新関脇、対戦成績鏡里3勝1敗です。立ち上がりました、低い体勢栃錦、鏡里前へ出ます、栃錦出し投げ、残すところ送り出し、送り出し栃錦の勝ち。新小結び栃錦得意の出し投げから鏡里を送り出しました。栃錦はこの場所3回目の技能賞です。吉羽山が王将中に一気に十両から幕内へ昇進した力道山は25歳、29歳の吉羽山、王将後復員まで5年のブランクがあります。立ち上がりました、力道山突っ張った、力道山押す、力道山押す、今度はたいた、力道山はたき込みの勝ち。
小結びに返り咲いた力道山はこの場所10勝5敗の好成績、吉羽山は1横綱4大関を倒して初の殊勲賞。先場所新大関で優勝、11勝3敗で単独トップの千代の山、9勝5敗佐賀の花、対戦成績は千代の山の4勝2敗1引き分けです。行司の軍配へ帰りました。立ち上がりました。千代の山突っ張った、千代の山押す、千代の山攻勢を押した、突き出し千代の山の勝ち。千代の山は新大関から2場所連続優勝を飾りましたが、残念ながら横綱昇進はお預けです。千代の山の優勝パレード、優勝旗を持つのは吉井山、その後ろを太鼓の名人呼び出し太郎の太鼓が続きます。蔵前仮設国技館、3場所ぶりの関脇力道山、8戦全勝東富士、対戦成績では4勝2敗と東富士リードしています。立ち上がりました。力道山のドア、東富士捕まえました。力道山もろ差しから寄ります。上手投げで残した東富士、力道山もろ差し、力道山釣り寄り、力道山寄る寄る、外掛け打っちゃったか、東富士うっちゃりの勝ち。力道山は勝ち越しましたが、翌秋場所番付発表の日に突如曲げを切り角界を去り、この場所が最後になりました。前の場所は不調だった両横綱羽黒山東富士、今場所は羽黒山勝てば2人の決定戦、東富士勝てば優勝です。行司は立行司21代木村庄之助、6本の懸賞です。軍配返りました。立ち上がりました。左四つです。ともに左四つは得意です。右の上手羽黒山、上手を引き直します。がっちり上手を引きました羽黒山、胸が合いました。両力士、東富士寄る、東富士寄る、寄ります、寄ります、寄り切り東富士の勝ち。優勝決定戦にはならず、東富士がすんなり優勝、4場所ぶり3回目の優勝です。元横綱常の花の出羽海理事長から支配を受けます。優勝の横綱東富士14勝1敗です。横綱18場所目、再三初優勝のチャンスを逃しています照国、今場所こそ大きなチャンスです。吉羽山はここ2場所好調、10勝5敗。立ち上がりました。吉羽山突っ張る、吉羽山押す、低い体勢照国、相手を見ている両力士、手四つの体勢になりました。左吉羽山、右照国、珍しい体勢です。手四つ外しました。回り込んだ吉羽山、照国左差し、左を差しました照国、刺し手を返して寄る、照国釣りました、寄る、釣り寄り、寄りました。決まり手は寄り倒し、照国の勝ちです。照国横綱在位7年半、念願の初優勝です。元横綱常の花の出羽の海理事長より支配を受けます。31歳初優勝照国。この場所も蔵前仮設国技館で開催されました。好調大関を狙う吉羽山、10勝1敗1横綱2大関に勝っています。吉羽山、羽黒山ともに全勝の照国を星一つ差で追っています。これまでの対戦は羽黒山3戦3勝。立ち上がりました。突っ張った吉羽山、羽黒山応戦、浅くもろ差しを狙います。吉羽山回り込む、羽黒山左からをつけています。吉羽山前出る、もろ差しを狙います。吉羽山、羽黒山左は手、吉羽山もろ差し、吉羽山釣りました、吉羽山釣った、釣り出し吉羽山の勝ち。吉羽山今場所2横綱、さらに3場所連続で3大関すべてに勝つ大殊勲、この場所13勝を挙げました。吉羽山全勝の照国に星一つ差、鏡里39冠146キロ、吉羽山38冠143キロの巨漢同士です。刺して争いです。左からをつけた鏡里左差し、浅くもろ差しに狙います。鏡里もろ差し、鏡里寄ります、鏡里寄る、吉羽山残す、左は手になりました。鏡里寄る、寄ります、寄り切り鏡里の勝ち。吉羽山が敗れたことにより照国の連続優勝が決まりました。
場所後に鏡里吉羽山ともに大関昇進を果たしました。すでに優勝を決めています照国、初の全勝優勝にかけます。東富士は10勝4敗、行司は立行司21代木村庄之助。軍配返りました。立ち上がりました。もろ差しになりました。照国一気に出ました。速攻寄り切り、照国の勝ち。照国初の全勝優勝。もろ差しからの速攻相撲、鮮やかでした。昭和18年夏場所以来、優勝額を掲げることは中断していました。昭和26年夏場所初日、優勝額が8年ぶりに復活、除幕式が行われました。一度大関から陥落、再度復活の大関塩の海。名寄岩も元大関で二度大関を陥落、しかし平幕で健闘しています。立ち上がりました。名寄岩が前へ出ます。相手の腕を決めている名寄岩、やや苦しい体勢になった塩の海、依然として勘抜きで決めています。名寄岩決めた手を離しません。名寄岩外掛けで残します。塩の海、名寄岩依然として決めています。決めて出ます。名寄岩もう一回外掛け、塩の海、名寄岩決めて出る。名寄岩決めて出ます。名寄岩出る決め倒し、名寄岩の勝ち。36歳の元大関名寄岩が現大関を破りました。塩の海は1勝7敗の後、9日目から休場、場所後引退を表明しました。3場所ぶりの小結び、体重も2冠目、 7.5 キロほど増加。栃錦、過去5回の対戦一度も勝てない栃錦。蔵前国技館建設に尽力した大谷重工業社長も観戦。ちょっと見て立った栃錦。栃錦もろ差しになります。左の上手を引きつけます。羽黒山、低い体勢の栃錦、内掛けに行った。栃錦上手、内掛け栃錦の勝ち。栃錦主君の星、3場所ぶりに小結びに返り咲いた栃錦はこの場所5回目の技能賞です。大関昇進を連続優勝しながら横綱昇進を見送られ、今場所は久々の大きなチャンス千代の山。星一つ差で追う東富士、勝てば優勝千代の山、東富士勝てば優勝決定戦。立ち上がりました。千代の山突っ張った。千代の山突っ張る。千代の山をはたいた。はたき込み千代の山の勝ち。千代の山4場所ぶり3回目の優勝。場所後に念願の横綱に昇進しました千代の山です。場所後の番付編成会議で千代の山の横綱昇進が決まりました。横綱は熊本の吉田司家にお伺いを立てることなしに、相撲協会が自主的に横綱を授与できるように改められ、その第一号が千代の山となりました。明治神宮で行われた横綱推挙式と授与式です。昭和26年秋場所は9月16日から大阪市難波仮設国技館で開催されました。横綱千代の山雲龍型の土俵入りです。太刀持ち栃錦、露払い大光、行司はこの場所18代式守伊之助から昇格した立行司22代木村庄之助です。豪快な千代の山の雲龍型の土俵入りです。すでに土俵上を組み合う両力士、栃錦照国左四つです。照国右の上手、上手投げ、照国寄ります。照国寄る、下手投げ、栃錦の勝ち。新関脇栃錦は対照国6戦目にして初勝利。この場所2横綱1大関に勝って6回目の技能賞です。東富士は12日目の吉羽山戦で歴史的預かり相撲、東富士の高熱が原因でした。対戦成績は羽黒山7勝5敗です。立ち合いです。立ち上がりました。左四つ、ともに左四つ得意ですが、羽黒山右の上手が引けない。東富士は十分です。差し手を返している。相手の裏手を嫌っています。羽黒山身の上手が引けない。東富士は差し手を返してうまく相手の上手を嫌っています。東富士寄ります。東富士懸命に寄りました。寄り切り、東富士の勝ち。東富士千秋楽待たずして4場所ぶり4回目の優勝を決めています。
両国駅前の立浪部屋から初江夫人と次女雅子ちゃんに見送られ場所に向かう横綱羽黒山。珍しい光景です。場所入りする新十両出羽の花、43年ぶり復活の力士のぼりを背にして横綱千代の山です。関脇2場所目26歳栃錦が37歳横綱羽黒山に挑戦。過去羽黒山6勝1敗の成績。裁く行司、福立行司、木村正直。立ち上がりました。差して争いです。左を差しました栃錦、右からをつけています。羽黒山、羽黒山前出ます。羽黒山前出る。右の上手を引いた。左四つ胸が合いました。火を見ます。栃錦、栃錦は打ち掛け、栃錦打ち掛け、羽黒山残す。羽黒山釣り寄り、羽黒山釣り寄り、上手投げ、投げの打ち合いですが、羽黒山上手投げ、上手投げの勝ち。栃錦は倒れ込みながらも羽黒山の足首をつかみに行くという土俵への執念を見せました。体重差はなんと70キロ19貫あります。昭和22年夏新入幕の同期、過去鏡里が7勝3敗と対戦成績でリードしています。早い立ち合いの栃錦、突っ張った。鏡里落ち着いています。ちょっと引いた栃錦、鏡里右を刺そうとしています。前出ます。鏡里栃錦、与えた与えた、はたき込み栃錦の勝ち。この場所2大関を倒した栃錦、初の殊勲賞と7回目の技能賞を獲得しています。4年間優勝から遠ざかっています羽黒山。37歳の羽黒山に対し25歳千代の山、12歳違いの対決です。立ち上がりました。突っ張った千代の山、突っ張る羽黒山、応戦。回しを引きたい羽黒山、千代の山なおも突っ張る。左を差したい羽黒山、押し合いです。羽黒山押す、左をつけ、羽黒山押す、左を差した羽黒山。羽黒山十分になった者たちから下手投げ、羽黒山の勝ち。37歳の羽黒山、4年12場所ぶり、先輩横綱の意地を見せました。7回目の優勝です。思わず涙ぐむ羽黒山、優勝支配です。羽黒山の表彰式、元横綱常乃花、出羽の海理事長からの支配敗退です。4年ぶりの嬉しい優勝です。羽黒山。仮説ではありますが、番付からは文字が消え、蔵前国技館となりました。体型はほぼ同じです。三常山、関脇は通算7場所目。対戦成績は鏡里が7勝2敗とリード。軍配が入りました。立ち上がりました。鏡里が左差し。右上手を引いた三常山、外掛け、三常山の勝ち。三常山速攻、苦手の鏡里を外掛けで倒しました。三常山、一横綱一大関を倒して4回目の殊勲賞。横綱11場所目、勝てば優勝の東富士。去年秋場所、預かり相撲の主刀を演じた吉羽山との対戦です。左四つになりました。東富士十分の体勢、寄りました。東富士寄る、寄ります、寄り切り、東富士の勝ち。速攻、東富士すんなり優勝を決めました。2場所ぶり5回目の優勝です。元横綱常乃花、出羽の海理事長からの支配敗退です。5回目優勝の東富士。幕内大岩山の弓取式、これまで千秋楽だけだったものが春場所から15日間行われるようになりました。昭和27年秋場所初日、横綱大関勝負検査薬を従えての元横綱常乃花、出羽の海理事長の協会ご挨拶です。この場所から四本柱が撤廃され、新たに四隅に4色の房の釣り屋根が下げられました。幕内2年目、高砂部屋のホープ朝潮5勝3敗、上位陣に初挑戦。身長でわずかに上回る千代の山、6勝2敗。行司は19代式守伊之助。立ち上がりました。押し合いです。千代の山左の上手、朝潮出るところ、千代の山上手投げ、渡し込んだ朝潮、朝潮渡し込みの勝ち。新鋭朝潮に軍配。この場所は朝潮2横綱1大関を倒し、初の3勝である殊勲賞を獲得。190センチ6尺2寸5分の長身朝潮、相撲界に入りまだ4年。
場所中7日目に38歳になったベテランの鎧は立ち上がりました。押し合いです。ちょっと引いた朝潮、決めて出ようという名寄岩です。左を差している朝潮出ました。決めて出ました。決めて出た決め出し、名寄岩の勝ち。得意の決め出し。38歳の名寄岩はこの場所2年ぶり2回目の敢闘賞を受賞しました。1敗で優勝争いトップの2人、過去の対戦は吉羽山の6勝5敗。栃錦の体重も増え、相撲内容も正攻法の相撲になりました。前の日の夜40度近い熱があり、6本注射を打っての土俵上、栃錦軍配返りました。桁繰りに行った。吉羽山よく見ていた。吉羽山のドア、これを栃錦外しました。栃錦は外無双に行った。技を仕掛ける栃錦、右の上手を引きました。左四つ、吉羽山上手を引きつけます。栃錦右の上手、気を伺います。栃錦、栃錦つった、二枚蹴り、鮮やかに決まりました。二枚蹴り、一敗同士の対戦、栃錦の二枚蹴り鮮やかに決まって、ただ一人一敗を守り、明日千秋楽です。初優勝目前です。江戸っ子の名力士、栃錦の優勝を見ようと館内3回目の満員御礼。過去は三根山6勝2敗という有利な星です。軍配返りました。立ち上がりました。踏み込む栃錦、左差し、栃錦寄りました。速攻寄り切り、最後は押し倒し、栃錦の勝ちです。栃錦初優勝と9回目の技能賞。場所後に大関に昇進しました栃錦です。出羽海一門の総帥でもある元横綱常の花出羽海理事長より天皇司会、元横綱双葉山時津風取締りから優勝旗です。表彰式の最中、感激のあまり土俵下で思わず涙にむせる栃錦です。松登は大山部屋初の幕内力士、入幕5場所目で新小結び、照国には初挑戦です。照国は横綱に昇進してちょうど10年です。頭からぶつかりました松登り。照国右の上手、左差し、がぶり寄り松登り、照国残す、右の上手、照国は手投げ、松登り残して下手投げ、寄り切り、寄り切り松登りの勝ち。照国は翌3日目から休場、この場所限りで引退、横綱になって25場所目の引退、年寄り荒磯を襲名しました。ここ5場所連続10勝以上の好成績、昨日単独トップに立った鏡里、これまでの対戦は鏡里6勝、千代の山4勝、立行司19代式守伊之助、立ち上がりました。右四つになりました。鏡里寄る、鏡里寄りました。千代の山懸命残す、鏡里寄る、鏡里寄る、寄り切り鏡里の勝ち。右四つからの早い攻め、鏡里初優勝、場所後横綱に昇進です。千秋楽翌日の番付編成会議で鏡里の横綱昇進が決まりましたが、横綱審議委員会の了解が得られず、その後審議員の了承を得てからの正式決定となりました。横綱推挙式では出羽海理事長から横綱推挙状が、吉田司後見人から横綱が授与されます。昭和28年春場所は新しく完成したばかりの大阪府立体育会館で開催されました。元横綱双葉山師匠時津風親方直伝の雲龍型の土俵入りを見せる横綱鏡里、太刀持若葉山、行司は福立行司13代木村玉之助です。大関2場所目、栃錦は6戦6勝、新鋭若乃花は今年初場所に柴田山部屋所属となりました。立ち上がりました。差して争いです。左四つ、これを嫌う栃錦、栃錦突っ張る若乃花かっぱ軸、ともに左四つが得意ですが、なかなか十分にはなれません両力士。右から押っつけている若乃花、相手の差し手を嫌っています。頭をつけている栃錦、出し投げ、若乃花残す、栃錦出し投げから釣り寄り、栃錦出る、若乃花残した。過去にも水入り後2番後取り直しの相撲を取っていますこの両力士。栃錦は右から押っつけて出る、若乃花回り込んだ、右から押っつけている、ともに左四つ得意ですが、なかなか十分にはなれません両力士。左四つ動きが少し止まりました。背中栃錦、元結衣が切れてザンバラ髪になっています。長い相撲、ここで水入りにとどまりました。水入りです。
髪を直します。先頭再開、左四つ、栃錦上手投げ、栃錦外掛け、外掛け栃錦の勝ち。水入り後あっけなく勝負が決まりました。栃錦に軍配です。プロレスラーとなった元関脇の力道山が観戦しています。栃錦鏡里戦、対戦成績は鏡里の10勝4敗。栃錦は10日目から1敗で単独トップです。立ち上がりました。潜り込もうという栃錦、左を差して右も差しました。栃錦いい体勢になっています。もろ差し、下手出し投げ、そのまま出た。決まり手は肩透かし、栃錦の勝ち。激しい立ち合いから下手出し投げ、決まり手肩透かし。栃錦は千秋楽を待たずして2場所ぶり2回目の優勝です。昭和28年夏場所、蔵前国技館。この場所から NHK のテレビ放送が始まりました。また館内は釣り屋根が神明造りに変わりました。羽黒山はこの年から年より立浪の2枚観察です。玉の海は前夜発熱、39度の高熱を押しての土俵上です。立ち上がりました。玉の海左の上手、得意は外掛けです。上手投げ、玉の海残す羽黒山、釣り合いです。玉の海外掛け、外掛け玉の海の勝ち。堂々の初金星玉の海。羽黒山は左膝を痛めて翌3日目から休場。これが現役最後の相撲となりました。巨漢同士の対戦です。三常山この場所4度目の大関取りチャンスの場所。対戦成績東富士13勝6敗と圧倒。右を差しました東富士、右四つ寄りました東富士、寄る、回り込んだ三常山、すくい投げ、三常山すくい投げの勝ち。二横綱を倒した三常山、12勝を挙げて5回目の殊勲賞。場所後大関昇進を決めました。横綱大関陣星の潰し合いの感激を塗って14戦全勝、時津山左四つからの釣り寄りと投げがあります。琴ヶ浜は内掛けが得意です。時津山勝てば全勝優勝。立ち上がりました。低い体勢の時津山、左四つで組み止めました。琴ヶ浜は右の上手、相手の上手を嫌っています。右の上手を引くと強い時津山、琴ヶ浜これを嫌っています。上手を切ろうとしています琴ヶ浜。長い相撲になりました。時津山釣った、釣った、釣りました、釣り出し時津山の勝ち。時津山初の優勝を見事全勝で飾りました。3回目の敢闘賞も同時に受賞しました時津山、見事な全勝優勝です。元横綱常の花、出羽の海理事長より賜杯拝戴です。平幕で見事15戦全勝時津山です。昭和28年秋場所、横綱羽黒山が初日2日前の9月17日現役引退を表明。年より立浪専任となりました。若乃花栃錦戦です。師匠の名跡変更により今場所から花籠部屋所属若乃花。栃錦過去の対戦で5勝2敗とリード。左の相四つ、立ち上がりました。突き放した若乃花、突き倒し若乃花の勝ち。8回目の栃若対決は小結若乃花が制しました。この場所2人はともに8勝7敗でした。12戦全勝絶好調の東富士と対戦する横綱千代の山、9勝3敗。対戦成績は千代の山の8勝7敗1つリード。行司は立行司19代式守伊之助です。立ち上がりました。左を差しました東富士、左四つは東富士十分です。千代の山は右四つが得意ですが右の上手は引いています。四段金の東富士、腰の重い東富士です。千代の山が寄ります。千代の山寄る、東富士残しました、東富士残した。千代の山右の上手は引いています。東富士が釣り寄り、東富士寄る、東富士寄る、千代の山残す、千代の山残す、千代の山残して膝から落ちました千代の山。決まり手はサバ折り、東富士サバ折りの勝ち。13日目にして6回目の優勝決定。東富士にとってこれが最後の優勝となりました。東富士の優勝パレード、優勝旗は関脇松登り、優勝額を掲げるのは十両太田山、さらに幕内島錦国登りらの姿も見えます。高砂部屋で祝杯を挙げ
満面笑みの東富士です。土俵上においては西の横綱西郷皆野川の土俵入り、露払い笠木山勝ち持ち綾登りを従え、有用迫らずその力その気迫、あっぱれ西軍の総帥たるの風貌貫禄十分であります。双葉山引退披露三横綱の土俵入り、勝ち持ち羽黒山露払い照国を従えて、あらゆる栄誉栄誉に輝く名力士双葉山一世一代の土俵入りである。ああ彼双葉山のあの土俵あの勝負、あれこれと追憶の糸をたどれば思い出は実に多彩である。だが彼が20年にわたる36票土俵の後は、今日今ここに決勝して相撲道の中に己が姿の全くを具現せんとして、しかもそれを成し得たる双葉山最後の土俵入りとなったのである。横綱羽黒山露払い照ノ堀太刀持旭川を従えての豪快なる土俵入り、羽黒山新横綱としての初登場であります。
貴乃花。Thank you.